はい、前回に引き続きハミツーアップの攻略白猫攻略講座でちょっとタイトル決めないとダメだやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、はい、自己紹介からいきますか。はい、よろしくお願いします。ファミツーアップのケンちゃんです。タイガー桜井です。よろしくお願いします。はい、理論派の2人で、ね、はい、ミヤボー感覚のミヤボーとはちょっとね違ったちょっと桜井君の面白い解説が、ね、お堅い形、はい、お堅い形がね結構ちゃんとした、ね、はい、解説をできればと思います。ということで今回は、はい、サマーガチャのサマーガチャのウォーリアのリアン、そしてランサーのインヘルミナ、ね、この2キャラクターを解説していきたいと思います。さあよろしくお願いします。よろしくお願いしますという感じで、じゃあリアムからちょっとね、はい、コンセルトで2人で回りながらちょっと解説していきたいと思います。はい、開始。リアムあんま見ないね、はい、ぶっちゃけ見ないんですよね。うん、あんま協力でも見ないけど、結構オートスキルとかステータス見ると、はい、かなり強いような気がするんだよね。やっぱりこの何ですかね、あの HP 何パー以上でっていう制約があるモンスターじゃないキャラクターはかなり、うん、強いよね。70パー以上で、はい、さらに私敵を倒すと5パー回復するから70パー以上維持しやすいっていう能力もね、シャナオと一緒ですよね。そう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 、いやでも多分シャナゴよりこれ HP 高いんで、うん、回復量も結構高いんじゃないかな。じゃスキル1から打っていきましょう。おさあ横巻き小巻き、うん、巻き込まなかったあくら地帯どう思う。このリアムの一応モチーフの武器がね、うん、あの強いとあのリアムに合ってるんです、ね、そうね、はい、持ってないんだけどね今回は。持ってないから似てるザックのギター似てるから似合うからギターもそうイケメン同士でイケメン同士でね。あのやっぱリアムの武器が確かあれも HP90% 以上で攻撃力 30% 強化とかがついてて、うん、80% 増えてるってことでしょ。そうですね。でさらに敵を倒すと HP 回復できるから、はい、結構ね燃費も悪くないし、あれ本当に上手い人が使ったらかなりいい感じなんじゃないですか。うん、強いと思うんだけどね、なんかあんまり見ないですよね。ほんと純粋に見ない。まあなんでだろうな、結構面白いと思うんだけどな。そのモチーフだと、まあ、あれですからね、あ、ま、サーフィン乗れますからね。そう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 、そうあれのために、ね、交換した人も結構多いはず実は。でスキルにはこれね、こういう範囲が結構広いと。なんか何か押せば起こりそうな気がするんだけど何も起こらないなんか結構追尾強いですよね。うん、追尾強い、攻撃範囲広め、斧にしては身軽な、うん、感じで割と、うん、スキル値も属性あるしいいと思うんだけどな。やっぱり斧っていう職業の使い勝手のちょっと、はい、そうですね、ちょっと難しいですからね。SP 回収が難しいですよね、うん、SP 回収むずい。やっぱ最近だ と、 多いとは、ね、あのザックみたいな攻撃速度上げれる、うん、そうそうそう、はい、斧が人気と。人気だよね、やっぱ早いからね、楽しいもんね。やばいな、リアム。あ、なんかやった。はい、おお、まあ、でも強力だったらこのやっぱフランとかが流行ってると、うん、この SP 回収もしやすいと。SP 最大自体があんまり高くないからっていうのがね。今いくつなんですか。今124。あー、なるほどなるほど。そしたら SP は5になっちゃうんですかね。そう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 、これだとちょっときついよね。まあ、燃費自体の SP の燃費でも悪くないから。ああ、壊しちゃったから。あ、そんなとこまで行くんだ。うん、すごい。突進はすごい。突進すごいな。うん。で巻き込んで倒したやつは HP を一気に。おわ、108。562。すげえ。めっちゃ攻撃力高いなやっぱり。すごいな。うん。あとこういうなんだろうな、敵が硬すぎないところだと。うん、強いね。結構やっぱソロ性能高いんじゃないですか。ソロ性能高いね、はい、これね。なんかやっぱり何でしたっけ、そのシャナゴを使ってたやっぱ思うのが、ザク多いところでは死ぬ気がしないっていう。そうね、でもこれあの呪文が出てきた時に結構おお135いや回復するわ、あれなくてすげえ、考えたね、すごいね。 SP 回復しよう。カメはね得意ですからね。そうそう、カメ裏返るから。よいしょ。まあリアもこんな感じでなんかソロ対応してきて高いね結構ね、うん、思ったより。俺も欲しいなぁ、ちょっと一回使ってみたい。 SP70 倍以上普通に維持できますね。うん、よし、じゃあ次はインヘルミナ。インヘルミナこのキャラとにかく雑魚の殲滅能力が高い、スキル1の。そう、これこの低燃費ビームが超いいっすよね、うん、追尾もちゃんとついてて、追尾もするし、本当にこれはすごい。
でさらにね、ランサーなのに体力吸収ができるのがこのスキル2で体力吸収かつ、まあ、危ない危ない危ない、ちょっと倒さないとこで、あいつやってきますか、ちょっとあれなんだ、ちょっと表示されないスキル表示されない、よいしょ、きしみのだけ処理して、きしみのだけお願いします、はい、おお回復全然できると、確か 2% かな、このやっぱドレインなんで、うん、画面全体なんですよね回復が、そう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 、あの味方のサポートもできるんですよね、うん、あと魔法生物特攻があるからアクーアとかの処理がね一気に楽になる、これはもう最近あれですよ流行りの、うん、マリオネットにも通ると、そう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 、やっぱあとチェスとかね、あれめんどくさい敵が結構打倒できるんで、スイッチがね、スイッチメインで運用していきたいですね、スイッチメイン運用だね、ほんと雑魚の処理は結構誰でも得意なんじゃないかな、やっぱランサーの中でもそうですよね、うん、トップクラスだと思う雑魚処理能力というか、うん、で回復もできるし、インヘルミナってそもそも魔導士の時も防御力が高いキャラクターで、今回もやっぱりランサーだからさらにこう防御力がね上がっているというね、ガチガチオートスキルも含めね、だから死なないよこのキャラ、初心者向き、かなり死なないですね、初心者さん向きで結構使いやすいキャラクターだと思う、あ、言っちゃった、まあ全然大丈夫、オートスキル見なきゃ、一応チェックした、エースが被ダメージ 15% マイナスと防御力 20% アップに攻撃力 15%、 なんか割と火の打ちどころもない、そうですね、あ、安心よね、あ、ミノがミノがまたやばいやばい、回復しよう、17、やばい、17、今相性悪いって聞きたいです、こう魔法セーブだからもう一回あれやばい、やばいやばい、死んで死んで、ミノの処理をね、やっぱちょっとタウンが 0% だと結構難しいね、あ、なんか、ね、適当にやりすぎてピンチやった、ありがとう、一生懸命やって解説ができないあ、もう倒しちゃってた、もう倒しちゃってた、こんな感じかな、割と本当に防御力が硬くてガードもあるし、本当、うん、インフルミナ使っててめちゃくちゃ楽しいですね、早いよな、ね、このフリーにこうやって倒せばね、他のところに勝手にターゲットできる、そう、ぐるんぐるんもありますよね、うん、倒しきる前提だけどね、ごめんなさい、やばい寒いよ、あ、よいしょ、急にムズムズしてた話、俺もさっきムズムズしてた、うわなんかやばいやばい、おお回復回復、やっぱ、おー350、あ、一緒に回復してる、今でも本体で100、ちょっとインヘルミナで107、うん、はい、一緒にやっちゃいました、魔法生物がね、罠結構攻撃が足りなくて多分大変だな、はい、おお、そう、 S1 が25ですね、正直25で、この範囲で、もう全体モーションが短いっていうのも俺は結構好きで、そうですね、出るも早いし終わるのも早いんで、はい、周回楽だよね、楽ですね、グングニルはこのね、見た目も綺麗だし、そう、このグングニルが合うんだよね、結構色彩的に、あ、本当だ、このまま武器もね、強いんですよね、あー、そうだね、はい、1.5 バフ、1.5 倍バフに攻撃力が高くて、で、さらに防御もついてて、うん、水属性ついてて、はい、割と完全無欠な感じの、うん、そうです、見た目も綺麗だし、うん、なんか武器版の、なんか槍版のあれ、ソウルドリフターに属性ついたみたいな感じで、結構使いやすい、アクションスキル強化ですね、うん、10%、 そうあれが僕交換しちゃいました、あれは、え、マジで、はい、すごいね、まあ便利だと思ったけど、ちょっと欲しいなって、あ、これやっぱりその、うん、ドリン系スキルを使うときって自分のやっぱ攻撃力上げたいじゃないですか、うん、ああ、そうしたら回復量が上がるんで、うん、交換しちゃいましたね、 2% だった総ダメージの 1% 回復、1% 回復だったら、まあでも本当に敵5体とか巻き込んだら200とか軽く回復します、ね、うん、全然軽く回復しますね、まあこのターン育ってない状態でも100とか全然回復してたんで、うん、割と強力でもね、仲間のサポートをするキャラクターとしても全然いいので、本当ヨウムみたいな広いマップでも、はい、あの味方全員回復できるんで、うん、どんなに離れててもそこが便利ですね、そうね、そう、まあリアムからいきますか、じゃあフリップリアムなんですけれども、総合評価が S、はい、はい、
なんですけど、なんかもうちょっと強い気するね。これなんかじわじわ上がってくる、上がってくるような気がするね、使われて、はい、うん、今なんかやっぱりあのライダーとか、うん、あの夏ガチャのそのやっぱなんだろうなは目立つ、うん、霞とかセリナとかを使ってる人が多いと思うんですけど、多分じわじわ上がってくるタイプなんじゃないですか。そうだね、はい、S248 の割に割と範囲も広くて、そうですね、火力もあるし、本人の火力も相当あるし、はい、回復もできると、身軽なものというか、うん、これなんか暦とかと合わせて通常速度攻撃速度上げられたら、あ、確かに確かに運用しやすいんじゃないかなと。結構強力でも輝き、強力の方が輝くような気がするな。そうですね、火力面として、うん、まあその火力面を追求するなら他のキャラでもいいじゃんみたいなところも出てきちゃうんだけど、やっぱ、はい、結構こいつオンリーなスキル2の動きがあるんで、面白いキャラかな、斧としては、うん、面白いね。面白いキャラ、いや、インヘルミだな、ヘルミだな、まあ、総合評価 S なんだけど、僕、はい、限りなく S プラスにしてもいいかなっ て、 そうですね、どうなんですか、はい、そこら辺。いやー、やっぱ槍だと、最近の槍だとやっぱソフィーが強いじゃないですか、うん、ソフィーと比べると、まあ、なんだろうな、ソフィーって S にしかないじゃないですか、攻撃が、うんうん、まあ、それに比べたらやっぱ S1 の消費の軽さっていうのが、インヘルミナの長所として、まあ、長所、はい、その代わりちょっと火力が、そうですね、ね、クイーンズオーダーは火力がちょっとね、はい、足りないけど、まあ、回復できるっていう、なんていうか、やっぱ魔導士タイプな、そうですね、ランサーっていうね、うん、まあ、なんかバランスが取れている、バランス取れてますね、うん、やっぱ本当サポーターかな、本当初心者でも使いやすいような、うん、もう硬いのが一番いいよね、防御力も、ね、SS ってつけといたんだけど、はい、硬い。チャグマソフィーは HP70% 以上キープしなきゃいけないっていう制約があります。あ、確かに確かに、まあ、それに比べたら本当こっちの方が使いやすいっていう利点はあるんじゃないかな、うん、ああ、なるほどなるほど、まあ武器も強いしっていう、はい、武器もね、もうすぐなくなっちゃうんで、もし、あ、もうないの、いや、30はないよね、まだありますね。ぜひぜひ、あの槍をメインにしてるから、ぜひぜひ交換しても、ね、損はない性能をしていると思います。はい、という感じで、こんな感じで、ちょっと難しかったの、星8 ちょっと難しかったちょっと難しい、きしみのが怖い、きしみのが、確か忘れてた、はい、久しぶりにやったらという感じですと。もう結構両方とも、特にリアムなんて割と僕、はい、オリジナル俺しか使ってねえぜ感結構、そうだ、ね、今だったら出せそうだから、今だったら出すですね、うん、あと、もうリアムだ、あの協力の時にあのモーションであのジャンプ、バンザイ、うん、バンザイすると口笛吹くんですよ。え、そうなの、キューって言うんですよ。なんで知ってるの、すごくない。あとやればよかった、それやった方がいいっすよ、やればよかった、これはね、ほんと協力でみんな万歳してください、ピューピューって、はい、ピューって言う、あとインヘルミナはね、あの揺れるんでね、あ、確かに、はい、カサミちゃん大事かもしれない、カサミちゃんよりさらにでかいんで、そうですね、はい、ぜひあの待機画面でね、パーティーの、はい、やると結構そうですね、揺れるのは、ね、あと万歳、お辞儀っす、お辞儀、お辞儀、お辞儀が一番目立ちます、お辞儀が詳しいなそんな感じのキャラクターなんで、はい、ぜひぜひちょっと参考にしてくださいという感じで、じゃあエンディングの方いきます、はい、という感じで、またいつも通りファミ通アップではない、ファミ通チャンネルで、はい、そのファミ通アップのニコ生を水曜日の20時からやっております、はい、白猫の協力プレイを基本的にやっておりますけど、はい、あのなんかミコさんのホラーゲームとかやったりもなんかたまにやったりもするんで、ぜひぜひ見てください。出演しているのは僕とかこの桜井くんで、さらにあのミヤボーとサトルリさんで、さらにスーパー MC の岩田ジュビロなどが、結構ねファミツアップ的には結構豪華メンバーって言っていいのか分かんないけど多分豪華です。で、そしてファミツアップチャンネル、はい、YouTube ですね、 YouTube の方はスマートフォンからご覧の皆さんは画面下の説明欄にある登録 URL とかね、はい、ここら辺ね、多分下の方にあるんですけど、はい、で、そして、PC からご覧の方は左下の方に登録ボタンがあると思いますので、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でファミツアップの YouTube チャンネルですけど、まあ、はい、白猫の攻略動画ももちろんなんですけれども、あの桜井くんと宮坊さんと、あとババゾムさんがやってるね、モンストだったり、はい、で編集長がやってる毎日更新のね、いろんなアプリを紹介する動画だったり、結構面白い、ね、動画が揃っているので、ぜひぜひそちらもチャンネル登録ください、お願いします。はい、という感じです。はい、ねえ、インヘルミナ夏ガチャももうね、夏真っ盛りで、夏ガチャもう終わりそうだけど、そうですよね、結構面白いキャラクターが揃ってて、今引いても損はない性能のキャラクターがいるので、ぜひぜひ参考にして、うん、お気に入りのキャラクターがいたら引いてみてはいかがでしょうか、という感じでファミ通アップ白猫攻略の講座でした。ありがとうございます、バイバーイ。